こんにちは。こん,にちはこんばんはさあ始まりましたオリジンチャンプル金曜日本日のお相手はすっとこどっこい蕎麦賞とすっとこどっこいプーキーと激ダウ勢ゼーゴヤミズキですはいよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、いや今日もね晴天な青空で 晴天な青空ですね。晴れてるのかな。晴天な青空です。はい。はい。そうですね。晴れてるってことね。晴れてるってことです。本当に雨降らんね。ね、だからね。から、辛い思う。ダムとかもやばいと思うよ。今。ね。雨降ってもいいと思うけどね、梅雨だから。ね。ああ、いや、最近、あの、僕、この、よく皆さんね。 やっぱ那覇でのね拠点多いと思うんです、よ、お仕事とか。あ、まあまあ那覇で。はいはいはい。そうなんですけど、よくあのパーキング場お使いになられるじゃないですか。はいこれパーキングね。皆様方は。はい。なんでなんでちっかかるぐらいだと普通に言えばいいじゃん。あじゃあめえらはな。 おめーらみんな使うやし、うん、使うや、ーン上や使うや、終わった、あ、でも終わったヤンキーだからパーキングカバでそのまま露出するパーティーや、ラーそれでね、であのもう本当にうわーと思った話なんですけど、うわー、早いわ、おい、くるね曲1回いけます、ポーン <laughs> 早いわお前じゃ待って何の時間だったわ今なんで今日はテンション変なんだけど曲あげまーすって何度もやっリセットしようかなあーなるほどねであの本当にもううわっと思った話なんですけどはいはいはいあのほほバッキング場でいつもこの仕事僕バイトも那覇なんですよはい。 でいつもね、くもじの方なんですけどくもじの方はねちょっとね、比較的に高いんですよ、パー、まあ、1000円以上とか。うん、なるほどで、僕、いつも止めてるところが何か所かあって、その仕事職場の近くで止めてるんで、はいはい、一番安くて1000円、うんうん、一番高くて 1,、えー、300円。 それはあの上限ね上限最大料金が12時間とかそういうパターン最大料金っていうところにしか僕は止めないんでで毎回止めてるところがこの3箇所あってで最悪1000円のところが埋まってたら1300円のところ止めようみたいな感じでいつも出勤前にね探してからやってるんですよでねこれもうふとしたタイミングでよ こ1300円のところにあ今日止、ま、あもう埋まってるから1000円のところ安いところ、うん、1300円のところ止めようとパーって止めて、うん、仕事行って、うん、帰ってきて、うん、で、えーまあ、10番かな、ポチって生産ボタンを押したら3800円。<は>あ,れあれってなるさ、もしかしてって思って<ー>看板見たらえ30分200円の金額に変わってるわけよ。 うわってなって最悪だってなったわけようわそれ最悪だなここずっと1300円だったのに最大料金で俺もうずっと1300円の状態のなってるからノも看板も見ないですぐ止めたから3800円なっとンってなって最悪だなもう泣きそうになるさで泣く泣くもう払ってその日でもテンションもガタ落ちよ稽古も楽しくないもん 行きもく稽古も絶対行きたくないもん。なもやめたいって思いながらもう超ブルーなつだたき俺もバカだなって思って次の日さもっとバカ同じとこ止めてえっやばっ それは埋まってたの ?1000 円のところは埋まってた埋まってて俺のルーティンが固まってるわけよ体で考え事しながら俺も出勤するわけよいつも今日これやってこれやってみたいなそれがねもう慣れてしまってほんバカだな本当に2回も同じ2日目連続でそこ止めて3800円最悪よ 3800円、も日連続で止めた時俺笑ってしまたね。あ逆に元気になったんじゃない俺、バカだな、同じところまた止めてらっつって。止めてらっしゃ帰るかってなって、あれもしかして今日、ああ、ほらほらほら、やっぱりねってな歩きながら。はい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 、なるほどね、これ3800円、絶対そうだ、ピ PT。ほら、3800円だ。 最悪よそれ最悪だななあージ1万円近くも本当よだからもう出勤して日当でも僕8000ぐらいですかねうううんんん。だから3800円っつったらもう50円分しか働いてない俺その日やばいな50円分ん、なか。50円分しか働いてない俺そのパーキングでなんかこのんいや、計算できてんよや待ちしてたんだけど

あーパーキングな、はい、この夜からまた料金別になりますみたいなシステムあるじゃないですかあ昼間できてそう6時からあれも腹立つよな、うん、あれもあれで俺も多分二2000円ぐらいかなあねこれでも結構あるんじゃないです皆さんもあるあるでしょうね,あるあるね水さんもありますこのパターンって止めて知らんかったみたいなあっでも自分 ないかな。ないんだね。ごめんね。さあそれでは本日遠くってまあがまあまあ嘘ね。嘘はつけないし。嘘ついた上でちょっと話してもらっていいですか。今即興で作ってもらっていいですか。僕たち大体即興で作り話言うんですよ。ええなんでよ。みんなそうです。いやイメージ。みんなそうです。みんなそうです。いやリップさんとかそうです。リップサービスなんて絶対そうです。もうダメでしょ。小盛りにする時あるさ。話を小盛りにする。 困りぐらいはいいと思うけど嘘はいかんでしょ。ゼロからちょっと今作ってもらっていいですか。なんでやパーキングミスった話。じゃあパーキングあるあるもらっていいですかパーキングあるある。パーキングあるある。パーキングあるある。これでもう落ちましょ。関係なくあるあるね。えっとああ一回だけああパーキングあるあるというか。あお話。一回だけ。今作ってるんですか。うん作ってない。作ってない。あの料金を払った後に。はい。 終わっっててね払た後に鍵を忘れて車に車の鍵をこの元いた場所に忘れてしまってゲッと思って出せないさならそれを取りに行ってる間にまた「ウインがコン」つって。っていうのはあった。 あーうーわバカだ俺も時間で決まってるじゃないですか。うんうん、で俺時間の10分前ぐらい切り替わるまた10分前に行ってはい、はい、あこんぐらいだったらまだ切り替わってないあまだ200円だ300円だ、うん、よしじゃあいいでよってなった時に500円とかになったことありますね。 あもうこのよしじゃ今から入れようかなみたいななんかうわみたいなタクシーのメーターみたいな感じそうそうそう切り替わりタイミったらみたいなねはいはいそういう失敗はあるかなパーキングあるある皆さん気をつけてくださいね本当です見てからちゃんと止めてください本当に今日ねミーズさんねちょっと見てほしい部分があるんだけどじゃあトークテーマいかんのいやトークテーマだねちょっとこれだけ見てほしいミーズさんの靴下ちょっと見て ラジオだすごいよ普通の靴下って黒とかさ白とかあるさはい水さんがつけてる靴下網タイツみたいな感じだけ今日あほんとだ網タイツの靴下だわ今日あの網タイツじゃない普通にストッキング生地のストッキングかんかバレエダンサーがなんか履きそうな感じのやつだね アキレスでもないあの足の甲までのタイプの靴下、まああれでしょヒールハクシとかね、タイプのストッキング生地のやつです。でベージュ初めて見たんですけど僕。おん。あこの形が初めてってこと？形は見えたみたいベージュのってことでしょ、うそうそう。ベージュストッキングタイプの靴下。いやいやありますよ普通に。ストッキングタイプの靴下ありますコンビニにも売ってます。これ匂いがなんかそのダッシュなんか ん脱臭効果、はいはいはい、効みたいなのあるって感じなんですか<ー>そのストッキングだったら。いやまあまあそういう加工ももちろんされてるのもあったりなかったりするけどううじゃあこれは単純に<う>あのー、パンプスとか履いた場合とかって<う>あのー、靴下履きたいタイプだけうちはパンプスの時。パパンプスパンププスス <laughs> ヒールとかね、うん、靴下うるせえな <laughs> あの靴下履きたいタイプなんだけど、はい、黒の靴下とかあのよくねこういうタイプあるじゃん。でもそれって見えてくるわけこのパンプスのはいて足が見えるじゃん。そのなんていうのかな靴下も一緒に見えちゃうの。 ほうほうほう。あ、あそれをカモフラージュするために、ね、みたいな感じの素足に見せるために。だからそれが目立たなくさせるために。 うちはこれ履いてるんだけど、でも今日クロックスじゃないですか？ああ、クロ今はクロックスなんだけど、今からまたヒール履いてやったりするので、あヒール履いてお出かけするんですか？今日？お出かけじゃないです。今日はあのもう明日本番なので、ああ、ななたけリハーサルみたいな、まあはいゲネで、あゲネあ出たゲネゲネかっこいいビュやつ、ゲゲネゲネプロですか？ゲネプロです。あそうですか。シングルいはいはいはい。 ねはい、まあまあままあああ見て欲しかったなと思いますまあ女性には当たり前なんじゃないですか、うん、はいそうですよえツイキャスコメントツイ、えー、キャス配信ユー、うん、ストリームの配信も行っておりましてコメントもいろいろ頂いておりますありがとうございます,いますお笑いカレー大好きわらばーさんからも頂い,いておりますよ、はい、こんにちはプーキーちゃんと翔くんとミーズさん今日わらばー 生でオリジンチャンプル見に来たよ。そうなんですよ、来てるんですよね。はい、ありがとうございますね。めっちゃピースしてる。カメラ向けてるわけでもないのに。めっちゃピースしてる。テンションすごいっすね。ありがとうございます。あ、そうだったらね、中でも見れますので。はい、大丈夫ですよ。お願いします。はい、そしていろいろね。柴田太郎博士さんからも二代目ベージュの女王と。ええ。青森の女王みたいに。二代目ね。 あれじゃない高子さんのことじゃないかな。ああそういうことかな。はいはいはい。ああなるほど。ねあそういうことね。あのレジの下着を着用するというということで。え眠り姫さんからもいただいてるマストッキングみたいな靴下あるよ。ありますよね。ああま女性には普通のは普通ですよ。ええ高矢さんも用事なので抜けます。頑張ってくださいと。そう高矢さんさっき今でいたんですよね。ありがとうございます。してくれてましたね。はい。そうそうありがとうございます。はいええ小田君も来てますね。ありがとうございます。さあそして本日 本日のメールテーマの方なんですが、本日のメールテーマは好きな文房具となっております。文房具。ああ、みずさんからのテーマでね、これなんか、あ、鋭いところついてくんなって。いや、何それ、意味わか。いや、なんか文豪、あ、文房具でなんか。ある。じゃ、じゃ、もう単純に自分が文房具が大好きで。ええ。形とかがいいんですか。形っていうか、あの。なんか自分作業するのが好きだけ。はい。 オゼでもいろいろ係があって自分小道具係で今もの作ったりとか描いたりとか絵を描くのも好きだしだから文房具が大好きなんですよほえだからその中でもあの変に思われるかもしれないんですけど私思いますはい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 いは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 い ああ、そうそうそう、じゃ、そう思う人もいるかもしれない。そんな、なんか、あの、メンヘラとかね、そんな感じはなく。確かに縦に切ってますもんね。ええ、切ってない。あの、肩の部分まで切ってますもんね。縦に切るやし。縦にえそんなこと、えそんなこと。ああ、カット。あのね、ハサミって、やっぱり、なんだろう、あの。 髪を切る時とか、線を入れてね、うん、あの目印を作ってそこを切ってても、やっぱ歪んでくるじゃん、自分で切るから。うん、ああ、はいはいはい、はい、わかります。はい。だけどカッターは、つって滑らせただけで、もうまっすぐに切れるわけ、はい。カッター切れるかな？いやいやもう、もうめっちゃ切れるよ。だって、本当にでもハサミだったらなんかまあ十枚とか。 紙を束ねて10枚とか切りやすいじゃないですかカッターは切れないじゃないですかななんていうんですかね2枚目まで切れて3枚目からずれたりとかなんかあるじゃないですかカッターって。あ おお、すげえ、腹立った。すげえ腹立ってる。腹立つんだよ、分かった。すげえ、こいつ、どんなトークテーマでもいけるはずこのなトークテーマで腹立ってる。な、熱量。高いまあ、まあ、まあ。えあ、でも、それ、その時はどうしてるんですか、カッターで。あ。切る時。カッターで切る時は、普通に、あの。もう、それを想定して、お加減で。お一枚ずつ切っていく、うちは。 カッターって切るとき下の下敷きがないとダメさだからセットみたいいなな感じじゃカッターだけでは切れないってことねカッター切るときに下敷きにしないといけないものがあるからその下敷きも持っとかないといけないさまあまあそうなんだけど例えば A4 用紙をさ2枚にするとするさはいそれなんかぴったんこうなんかね折って。 カンカン。ぴったり折って。いやぴったんこでいい足で別にいいなおさんくていいやしん。これをあの普通になんていうの折った状態でスライドさせれば綺麗に。ナレーションの方がいるの。ナレーションの方がいるの。折りたたんでその間をカッターできるということです。かえクオリティ小さいよや。声小ささい。だかや。死んないばや。あなあすみません。なるほどね。その折りたたんだところを切るんだ。そう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 。あ。 もうめっちゃ綺麗に切れるし、形を形式だ。そう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 、袋とじ形式ね、はいはい、ね、同じこと言っちゃった。自分も、はいはい、あ、すみません、袋とじあけんのじゃ好きなんで。ええ、別にそういうことはないんですけど。あの、あのチラシの仮チラシとか。仮チラシ。あの、本ちゃんの舞台のね、本ちゃんのチラシが出来上がるまで、あの。 なないいじゃですか配りたくてもチラシがその時に仮チラシって言って自分たちで作成して配ったりするんだけどなんか白黒のやつすよねそれを例えば A4 で2枚分印刷して半分に切って A5 にするとかサイズを小っちゃくするそう。 っていうのをしょっちゅうするわけよ。あその作業が多いからだ、うん、水さんはそう,そ,うそ,うそういう作業とかも大好きだけど<え>マイカッターを持ってんだ、うん、マイカッター持ってる二つ持ってて、えー、そう文房具とかもあのー やりたいときにああこれがないっていうのが嫌で向こうに関してはねハサミとか、はい、ホッチキスとか、はい、あとテープも持ってるしすげえそうそうだから、えー、確かにな水さんこの「劇団オゼ」とかのなんかまあいろんなね舞台とかでも小道具作ってる時が多いですもんねうん、うん、ああ最近はそう,、うん、そういうの見るわそうそうそう,そうあの前回の「あのー、必要のない私たち」はい ではあのエロ本とかねあの作成して表紙とかも作ってあれ作ったんですか？作った作ったええはいはい全部自分よ水さんえ違う違うエロさすがだな違うでしょ全部自分どう見ても自撮りだったでしょあすごいな全部自撮りで違いますリエさんリエさんの写真とかは使用させてもらいましたああなるほどねはいはいとかすごいなよマイカッター買ったんだマイカッター そう前カッター買っ,買ったの、<laughs> いくらだったんですか。<laughs> これ。これ五百円 <laughs>。はい、カッターにしてはじゃあ。あ たかかったたかかったねはいオッケーですあの僕あの僕の滑り滑りの空気慣れてないんかお前もうそのままもう自分が滑ったら分かるけど相方が滑った時の動揺なんだお前文房具何かな文房具使うことないな器用じゃないんすよ自分 そのさっき言ったじゃないですか、ミーズさんが折りたたんでカッターで切るって、俺カッターでその折りたたんで切る時も、うん、なんかあの紙がわかります？なんかあの角角のように残っちゃうみたいなわかるわる角っこの部分がそう角っこの部分がそうあの角みたいにピョンってなんか出ちゃうみたいなちゃんと切れないみたいな、えー、あるじゃないですか？うん、俺あれがめっちゃ腹立つんですよ。<laughs> あれめっちゃ腹立つんですよ,いいよこれ。どこで上がってんでそれ。あ<ー>、まあ、うけい、まあ。いやいやいや。すごいの。ぶってんが。え、ね、じゃあじゃあ今なんかその百円ショップとかうん、うん、なんかいろんなショップであこれ便利だなみたいな文房具とかってあるんですか。これ便利だなっていうのは、うん、百均だと、うん、あのー、ハサミとかだと、はい、持ち運びが簡単な。 ハサミってね、あの形ね、指入れるところがやっぱりかさばったりするんだけど、それがなんかとってもなんていうの、その入れるこの穴があるさ、指を入れる穴、これがなくてとってもスマートなやつがあるわけ。ほうほう。だからもう指入れる穴がないハサミ。板切りハサミみたいなってことです。板切りハサミっていうか、なんかあの板切りハサミか。切りハサミか。まあまあまあそんな感じなんだけど、あの。 なんていうの自分で、はい、あのー、カスタマイズじゃないえっ、ー、とね開いたりしてから<う>この使う部分ああ取っ手の部分というか開いたりして<ー>それで使えるようになるんだけどねトランスフォーマーみたいなイメージかなじゃそう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 おおそれそれを今ミーさん使ってるんですかうんうちは使ってない使ってないかい、えー えっ加減にしや、もうやわ。かさまるのが嫌な人とかは、そんな上等だし。使ったりとかね。財長は持てないけど便利ですよっていう。はい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 。あなるほど。確か百均の文房具とかって意外と便利なやつが多いですね。あめっちゃ。うんうん。めっちゃ便利。上等だし、普通に。俺でも俺もそんなに一応まあああいう用しないかな。普段そういう使う場面がないから。俺。 うん、俺何度も言ってますけど、うん、あの小学生の頃とかに消しゴムってあったじゃないですか消しゴムでなんかペチペチ机の中でこのなんかデコピンして遊ぶっていう消しプロっていう名前のゲームを、はい、<laughs> 消しゴムプロレース、ねはい、僕が流行らせましたずずっっっっとと言言ててるわで<え>その後の,その後の「ドラゴンクエスト」とかのバトル鉛筆、うん、バトエンね、うん も流行らしたの僕ですっていうずっと言ってるあずっと言ってる俺本当とにコチンダの秋元康氏ほんとにコチンダの秋元康氏ほんとに次々名打って秋元康氏か何だたあのな何だた馬に乗ってる何だったっけナポレオンね革命家ナポレオンみたいな異名もありましたはい馬に乗ってるっていうセットで言ってたんすよはいもう革命家なんすよだったかなわから俺も地元一緒だけどそんなわからないんだよなイメージが そう流行っていうのがああ、まあ、でもまあまあね小学生の話だしね。でまあな小学生の頃は結構文房具持ってたけどうん、うんね、そうやって遊ぶように使うとかね、うん、あったな。うんうん、なんか,鉛筆,か鉛筆じゃないかシャーペンかうん、うん、シャーペンで流行ったんじゃないですか自分たち世代って。シャーペンの,あの持つ部分が あの、グリップにしてる、あの、そう、ジェルみたいなやつね。なんとかグリップみたいなシリコン、シリコンのやつ。なんとかアルファじゃなかったでしたっけ。プラスアルファ。プラスアルファ。まあ、分からんけど、なんか、そう、いう感じの流行ったし。あと、筆箱。筆箱がなんか、銀のやつが流行りません。カンカンのやつ。あ、流行ったやさんの、ところも、流行ったんですか。流行ったよ。ええ、流行った、流行った。あと、二、二段にできるやつとか。

なんか女性とはプリクラ貼ったりとかなんかしてたよな。シールコマリだ。ダサかったな。本当にダサかったな。受ける。死にだから中に貼ってるもんだから消しゴムのカスとかでなんかあの汚れて黒くなる。そう鉛筆のあれみたいななんか。あったな。小学校低学年とか筆箱に鉛筆削りがついてるやつとか持ってなあったね。はいはいはい。あっキャラクターとか、ピカスーパーヒーローとかあのデザインされた、クッションがついてる感じのやつ。 ね、箱だったね。削りあるのに学くら教室にあるやつでわざわざ削るっていうとかあったあれはま削れない時あるからな。そうね。あれスカスときがあるんだよな。ああ、いろいろね、まあ言った小学校とか学生時代は持ってましたけどもね。うん、だってあれじゃない懐かしい覚えてないのとかあるんじゃない？なんか覚えてるの？文読きとか文読き。 おあの角度測れるや丸いやつつ丸い半円のやつか。 なんか教室、教室にさ、めちゃくちゃでかいやつとかありましたよね。あ、の先生が教えるために使うやつでしょ？あったな。みたいな使うとか、あとコンパスとかもなんか、あったあった。あったあった。掃除時間に、そうそう、武器にして遊ぶやつとかあったよな。なんかホっと盾みたいな。あった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 。先生が持ってるコンパス欲しかったな、俺。 やつああでかいやつ黒板に書くパターンのかっこよかったよなチョークちっちゃいときキーってなるやつあのあれそうそうしかもでかすぎてあんま回せんっていうなちゃんと回せないっていうああそうにいやもう手慣れてないやつったよな先生がミスったりとかしていろいろ出ますねはい本日メールテーマえ好きな文房具となっておりますので皆さん懐かしいこういうの大好きでしたとかおすすめのやつもあればぜひメールでお待ちしておりますよろしくお願いしますメールアドレスがオリジ fmnaha.jp すべて小文字で origin.fmnaha.jp となっておりますそれでは一旦 CM ですどうぞ78.0メガヘルツ この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしますビッグワンでの買い物楽しみだなえー、にーにえあ、ヤンキーだだ、陣借りよういや、僕今日お金を持ってないんですよほらよや、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってないっかやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエリーやウ語ロットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方なの良い品をいつも安くビッグワン ただオリジンアワー「オリジンチャンプルー」は平日午後5時から7時まで毎日オンエア沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎「ツイキャス」「ポッドキャスティング」ならいつでもどこでも,も YouTube/ ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね「何かを待つかのように」 キンプル金曜日始まってやりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいさーいはいいろいろ追加するコメント来ておりますかね <laughs> はい、えー、眠り姫さんからありがとうございます、はい、ロケット鉛筆とかなかったとありましたねたー懐かしいーあったなーカラフルなやつねうん、うん、ピンクとか青とか緑とかもうあったねーえあれ使った 使っててよあれ。マジで。うちは使わなかったけど友達は持ってた。え、女子が結構使ってるイメージあります。そう女子が使ってるイメージ。あれ一個なくしたらもうダメだからな。だから出ない出ない。ずれるからな全部な。あったな懐かしいですね。あのさ、ぐにゃ曲がる鉛筆とかなかった。あったあったあった。ぐにゃぐ曲がる鉛筆。そうそうもう死んでさえも曲がるやつ。なんか俺たちが多分。 なんか小学校も卒業そうぐらいだったなもう卒業してちょうど多分小学校でブームなったみたいなえ何どういうこと芯もぐにゃぐにゃってことそうそうそう柔らかいわけもう全部がこんなって曲がるわけ掛けるんですかそれ掛ける掛けるでもデリジ薄いそうそうだからもう話題性だよねだからもう ED 鉛筆って僕たち言ってましすよね名付け方ったよや本当にそれがまた流行ってね ED 鉛筆 ED 鉛筆すごいなめっちゃ流行ったんですよ ED 鉛絶対名付け親も ED やしだからね俺も ED だ俺はビンビンやっちゃういやかましいわうるえあねむひめさんも発明家なんだねブーキーさんとねありがとうございますいやそうですいや革命家ですね発明家じゃなくて革命家です柴田のか博士さん好きな文房具はコンパスとあーコンパス好きっすか男はちょっとコンパスね好きかもしれないうん武器っぽいしなまあまあてるし とんがっての大好きだからな男はみんなとんがってるよほんとにだそれさあいったんここでコーナーいきたいと思います題してののの女優へ道、エロく説明してコーー。ナさあこのコーナーはですね小籔瑞希さんが演技の幅をいろいろ広げようということでいろんなことに挑戦していこうというコーナーとなっておりまして水さんしか知らないキーワードをですね3つまでヒントを で、って聞いてる僕らは、皆さんで、何を言ってるのか、当てようという、えー、クイズとなっております。あ、ちょ、ちょっと、あ、あ、そうだ、今思い出したけど、いまして、あのー、<は>先週さ。うん、あの、恵子さんに、あの、恵子さんを回されることってありますか、みたいなこと言ったんですけど。うん、あれは舐め回されることありますかって言って、言ってますからね、<laughs> 一応。そうそう、あ。あ<ー>だから、俺、めっちゃ失礼なこと言っちゃったと思って。あ<ー>そうそう。 あれ、舐めはされたことありますかって意味だからね。ええ、だっちにしろだよ、一応。でも <laughs>、でも、<laughs> でも、二つの意味入ってるんでしょそれ。 いや違ううその意味じゃないその回されるっていうのはその意味じゃなくてあのだからあのディルドを入れて回されたりとかあういや逆にそっちで僕らも受け取ってましたけどねあマジであじゃあよかったいやどっちにしろ最低だったからあそうですかどっちにしろ最低は変わらんよ確かにな恵子さんのツイッター覗こうと思ったらブロックされてたないやさようやウる声われ上手だねまあ冗談ですよ さあ、じゃあ始めましょうか。始めていきましょう。始めていきたいと思いますよ。まず一つ目のヒントはこちらです。どうぞ。入ったり出たりして。あだもん。やだ。もうやだやだ。小学生歩いてるんだからさ。ごめんね、本当にね。ちょっと下校時間なんだから。下校時間帰宅時間ですよもう。ほらもうあの小学生前のめりに歩いてるじゃないですか。はい。い アウストラルピテックスみたいな感じで歩いてるじゃないですかもうはいはいよく言えたねアウストラルピテックスみたい何回も言うなはいえー何だったっけ入ったり出たりして入ったり出たりそれはもう入ってる方がいいでしょねいや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 入ったらもう出てもらわないと入ったり入ったら出てもらわないとなんか意味深だな えーえー、出たり入ったりまあ、うん、これはミーズさんは出たり入ったりよくこれ使うんですか、はい、いやよくは使わないけどうち,は、うん、うちはねでもよく使う毎日使う人もいるうんおうん、うん、お そうですよね今ラジオごめんなさいラジオで言うのもあれなんですけどいや違うよやずっといやなんか女の子まあ人によるよねなんか女の子はこれ使ってとかまあ私はもう使わないみたいなねなんかそういうことだよね毎日使ったりするっていうかとかまあね出したりね出たりとかするんですから。

遮られない人もいる。遮られない人もいる。え、それ女性がよく使います？いやいや男女関係ない関係なく。はいはいはい。え、あ、他マさんツイキャスコメントあり途中でからツイキャス切れてて聞こえなかったからもう一回言ってとあ、ああすみません。二個目のヒントが入れたり、あ入ったり、出たりして、入ったり出たり。二個目のヒントが、二個目のヒントが遮られたあ遮られてだ。 遮られて。はいはい。は入れたりして。遮られ。て遮られないのもあるけどね。え、何。道具だよな、絶対じゃ。道具。道具ではない。ないんだ。え。え。じゃ、答えの方お願いします。ええ、三つある。秋早。 ええ、今日も差し入れあるから、すぐ差し入れたいって気持ちになってんだろうな。ええ、言わんけ。沖縄マンゴータイムがあるって言わんけ。ずっとそれ見てるもんだって。ええ、なんだろう。なんかな。入ったり、出たり、入ったり出たり。入った時は。うん。気持ちいいですか。気持ち、うちは緊張する。緊張する。うちは、めったに使わないから。入った時緊張する。う、うちはね。 緊張する出た時はどうなるんですか出た時はあーでも自分はホッとする出た時ホッとするんだ、えー、じゃあ入らんほうがいいんだうちはねいや,いや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 もうもう入った方がいい人もいる途中で遮られ入ったほいいてていいうか使った方がいい人もいる使い入ってて途中で遮られたりするとき、うん、んってなりますいやもうもうもうこれは普通。 ららられれるるのののがが普普通通じゃあつつ目目いきましょう。ヒントこちです早く行きたいいわ。わ。今までで一一番番エエロロい。いい早く行きた言うてる。かしてあげようか。かか。かしてあげよよ。う今のの。お前喋った俺俺だだじゃい。いいい。ははは 早く行きたい早く行だから遮られるのがストレスってことでもないってことなんですよねえなんかどうういこっ遮られるのは出るとき入るときかな行きたいってそれはあれですよねそこもゴールですよねゴールに向かって走ってるははいいからそのゴールはそのゴールの地点によってはい

ちっちこと眠り姫さん。今チンチンさん。言ってない。いやいやチンチンじゃねえよチェンチェンだよ。今このこのコーナーの時間だから全部下に聞こえるわ。ちっちこと眠り姫さん。り姫さんはい電波、Wi-Fi。お。トイレときてますがすみませんどちらも違いますね。Wi-Fi じゃないんだ。違います。今めっちゃ一品ときたな。Wi-Fi で。ああはいまあまあ確かにね。でも入った時緊張するではないか。 なんか Wi-Fi で入ったときなんかあーってなるときないですか？あ、ある。ローソンかな。これこれはまたの話でしょう。ちょっとすみません。話違うの。お笑いカレー大好きキワラバウさんブースの中に来てくれてますけど、わかりました？答えわからない。難しいっすよね。今日ちょっと難しいっすよね。え、なんだろう。えー、ホカマさんからパーキングと来てますが違いますね。俺はでも来たかも。 きましたこれ衣装さん当たってると思う質問早く行きたいでもわかった絶対それだもうそのままですよそのままもう今日こそ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 それかもしれないし今日こそ変なこと言って頭ごちゃごちゃしてる今日なんかあれだね答えのこのなんていうのあれがなんあのツイキャスの答えがとってもなんていうのが落ち着いてるっていうの

パってつけて、行ってやろうか、進行 <laughs> って聞こえてみ <laughs> いや、だって、ダメだろ、全然。ないんでしょう、ツイキャスで、いつものちんこタイムが。はい、まあまあまあ、ないですけど、なんか見やすいねっていう話ね。見やすいね。ま、はい、だから、この。分かってる、ゴール地点までが、場所によっては長いし。はこれ、乗る。というか。入る。えー 時と出る時の、一個の作業ありますよね。はいはい、あり。もうもう完璧だ。もう。もういいやったもん、今。答えお願いします。え、いいよった、今。いやもう。もう俺。言ったようなもん。言ったようなもんです。はい、行っちゃった。よはい、え、いきます。答えは。あ、俺、俺が、俺が言うんじゃ。あ、そうだね。答えは。俺、俺言いますよ、じゃ。はい。高速道路。正解です。はい。 あ高速道路ね出、はい、た,たり出たりして遮られてで<う>早く行きたいということであ<ー>でーなるほどねだからゴール地点のね、はい、地点が変われば変わるほど入ってる時が長いっていう。 高速道路。緊張するんですか?。うちはもう滅多に使わないから。女性は緊張する。え、絶痛乗ってるんじゃなかったでした。そんな。絶痛とか。車でもなくバイクで。いや、わからんな、わからんかった。悔しいな。え、今回はね、ちょっと。確かに、なまあ、女性は緊張しますね。入ってる時間が長ければ長。高速好きな人もいるとは思うよ、女性でもね。行くとこあります。そう、こう、高速。 使ってどっか行かれる時とかあります。あ,あ、もう、あのー、自分よく家島に行ったりするんですけど。全<ー>あの、はい、あのー、家島の。あ、じゃあ、とま、え、泊りこじゃない。えー。死に遠いところ。元部校ですね。はいはい、失礼しました。元部校に行く時に使ったりします。うん。あうんまあ、なあ、高速道路、まあ、難しかったかな。正解どうでした?。正解コメント。ま来てないですよね。<ー>うん、そうですね。<laughs> 柴田六博士さん、すごいな。急に水さんが欲しがったから。

はい。僕だけ今日は正解したんで何をもらいましょう。ミーズさんの。はい。顎をペロペロしま。ありがとうございます。いやだ。本当に嫌だ。乾かして臭しま。いいね。ドライヤー持ってきます。じゃあ僕がドライヤー当てます。はいというわけで以小山美月の女優の道エロく説明して当てようのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。は本日 先ほども言いましたが差し入れの方いただいております。ありがとうございます。はい。ええじゃあこちらお笑いあ二つあるんだ。はい。そう二つあるんですよ。人気だな俺たち本当。あこっちから行こうかな。じゃあまず一つ目が高谷さんから。高屋さんから。先ほどね来ていただいた高谷さん。いただきました。はい。ミスタードーナツの差し入れで。ありがとうございます。やった。なんとありがとうございます上。アラサー。アラサー。ありがとうございますね。あいいですね。このオリジンアワーも。 一緒にということでしたので。ありがとうございます。じゃあポンデリングは僕たちで食べよ。一番人気なポンデリングは僕たちで食べよありがとうございます。種類豊富めっちゃ買ってるな。いいね。ありがとうございます。めっスタッフのメンバー。のメンバーもね。ありがとあこの箱いいな。バッグにしたいなこの箱。バッグにしたい。笑顔だ。バッグにしたい。かわいドーナツの笑顔。じゃあいただきましょう。ありがとうございます。そしてまあ一気に 紹介していいですか、はい、じゃあそしてもう一つえー、お笑いカレー大好きはラバーさんから沖縄マンゴータイムの差し入れでございますありがとうございます沖縄マンゴータイムです、ね、沖縄マンゴータイムでございます、はい、水さんに言わせればよかったね <laughs> そうですねじゃお願いします、はい、水さんエロくお願いします <laughs> もうエロくって言ってさ沖縄マンゴータイムあ はい。いやマンゴーはね本当みんな好きですから。あのマンゴーはね本当に。マンゴーは本当に好きだ。みんな好きですよ。ちょっと濁らすな。もうお笑いも大好きだしカレーも大好きだしマンゴーも大好きですね。もうカレー大好きわロバさんはね。ありがとうございます。男みんな好きだよ本当に。男みんな好きだ。えじゃいただきましょう。はい。じゃちょっとドーナツからいきましょうか。どうぞどうぞ。 とってください。これ選ぶのちょっと楽しいな。え先に先に私から。じゃんけんするじゃんけんする？ん。じゃあ最初はグー。じゃんけんチョキ。チョキだみんな。アイコでパー。アイコでグー。あけた。負けた。はい最初はグーじゃんけんチョキ。おっしゃ勝った。はい。じゃあ選んで。僕から。はい。いつか。選んでこれテンション上がるな。 んかこんな種類豊富だと嬉しいよね当に。なんかドーナツ、ドーナツ食べてる時のこの喉パサパサしてさちいちいかかするじゃないですかその後に流し込むコーラとか炭酸水とかたまんないっすよね美味しい美味しいあのわらばあさ炭酸水とかコーラでいいんで自販機あるんでええパシるなマジで最悪だな あらお笑い大好きリップシ深夜が見てますねリップシ深夜が見てますよありがとうございますありがとうございますリスナーさんみたいにリアクションすんだありますじゃあ僕はこのあのうわ狙ってた俺もほらね来たほらねいいねポンデリングのいちご味バージョンでございますね僕選んだのは食べたことないじゃあ私はじゃ 一番好きなポンデリングいただきます。なんかなポンデリングいいよな。いいよな。もうで食感がマジで。もちもち感のあのポンデリング一番これ考えた人すごいと思う。天才だよな。普通にミスはドーナツで一番人気でしょ。ポンデリングって絶対。ああだもだあるよだある。絶対だあるよ。じゃあじゃあミズさんはどうしようかな。うん。じゃあんま大人待たせんでよ。なんでミズさんの時冷たいわ。大人待たせんでは。えっとじゃあ。 チョコチョコチョコこれなんて言うんですかこれ名前なんて言ったらいいんですかねチョコドーナツでいいですかねチョコ生地のドーナツにさらにチョコレートがかかってるやつあチップみたいなやつがねはかかってますチョコオンデマンドだじゃあいやソフトオンデマンドみたいに言うなよ本当にはいいただきます絶対はっきり言ってはいけないつっこみしたいただきますいただきますいすいやうまそうかいうんうんうま 普通にうまいって言うんだうまっもうこのポン・デ・リングのこの丸くなってるさ一個一個つながってるさこの一個この一個の丸い部分で俺もお腹いっぱいこのポン・デ・リング異常なし畳みかけおいしい水さしい落とせ落とせ落とせ落として芸人じゃない人に落とさせる チョコいっぱい食べたいですか？ちょこっと食べたいですか？どっちですか？ちょこっと食べたい。エロかった今のありがとう。ヌえんばこれ。ちょっと俺本当しでいたいてるの申し訳ないわ。あれは美味しいソントリ。なんかこのポンデリングをイヤリングにしてからちょっともう街歩きたいよね。ピアスとかにつけてからこの甘い匂いを嗅ぎながら絶対嘘ついてる。そんぐらい俺は好きなんだっていうこと。そういうこと。 めっちゃ好きってことねうん美味しい美味しいうまいわうんドーナツ食べてたらもうしかに黙っちゃうわうん美味しいなんかさはいはいハズレがないからいいよね本当にドーナツねドーナツハズレないですかえ、なくないないでしょ全部美味しくないあ、ないかうんうんまあ好みはあるけどねうんうんうんこもちもちがいいな美味しいうん止まんないあのあれも好きあるかわからんけど チョコレートのやつに黄色い粉がついてるやつ。うん、はい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 。黄色い。今はないんですけど、今は。ごめんなさいね、食べながら。はい。チョコレートの生地に。ココナッツが。まぶされてるやつ。ココナッツ。ああ、それもいいね。うん、それもいい。黄色いシュガーでしょう。ん、そう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 。黄色いシュガーのやつ。とドーナツ食べてて、あの手についたんで、皆さんで舐めあいっこしましょうか。いやいやいや。どうなんですか。

じゃあいただきますあ,ますあこれすごいなんか一個一個がね、うん、丸いチーズタルトみたいな感じの形になってるんですあっほんとだ可愛いらしい山の中にマンゴークリームがインスタ映えするね絶対これうまそううわ美味しそうこれなんかあれだねなんかクッキーにマンゴーのチョコレートがなんかのってる感じまあタルトっぽい感じねあショコラタルト」って書いてあるね マンゴー、ショコラ、タルトえ、ショコラも入ってんだタルトっぽいやつがマンゴーチョコってことでしょああ、そういうことねタルト、めっちゃタルトっぽいタルトっぽいな何それじゃあいただきましょうか香りすごいい匂いする、めっちゃどうすか、武器すごいな異常なしあれだす。美味しいです もうマンゴータルト<あ>マンゴー感強い匂いもねいいただきます匂いかーこれ車に飾りたいなうわーこれもうちょっとマンゴーの部分だけも歯でちょっと抜き取ってから食べようかないやいやいやそんぐらいおいしいな <laughs> でもほんとになんかなんか見た目はね表面しかチョコレートがない感じだけど、うんうん、クッキー生地がへこんでて、うんうん、そこにも全部、うん

うま,うまい意外と甘さ控えめだね、なんか、うん、なんかね、ティーと、ティーと食いたいこれね、あの紅茶、<ー>ティとか,か形がね、こう下の生地がクッキーになっててもういいんだよ <laughs> いやだからタットで伝わるだろうやタロットで伝わるよ一回こっちが注意されてんのにまた同じことすんだよ <laughs> まあこれぞ、沖縄マンゴータイムでございます、うん、いい時間でしたありがとうございます <laughs> え何とかかってたんいやかけてない今かけなで無理やり落とした感じねマンゴーだけかけたんだじゃそういうことねまあだからマンゴークッキーにマンゴーかけたみたいな感じの宮津さんああのー相方が滑ったとき慣れてなさすぎかそろそろ CM って何か誰なのや急に人変わったよ ありがとうございますありがいます美味しくいただきますワラバさんありがとうございますはい、はいえー、本日メールテーマは、えー、こちら、好きな文牧でお待ちしておりますので後ほどメールの方も紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いしますそれでは一旦 CM ですどうぞ FM なハハ、ハ、ハ <music>、ハ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  78.0MHz ビッグワンでの買い物楽しみだなえーにーにーにー、22円あ、ヤンキーだだ、陣借りよういや、僕今日お金を持ってないんですよほらよや、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってないっかやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエリーや英雄オレットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方なろう良い品をいつも安くビッグワン 今「オリジンアワーオリジンチャンプルー」は平日午後5時から7時まで毎日オンエア沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎「ツイキャス」「ポッドキャスティング」ならいつでもどこでも YouTube/ ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね「何かを待つかのように」「この番組は良い品をいつも安く」 ビッグワンの提供でお届けしました。 金曜日後半戦でございます。よろしくお願いします。エリの方も来ておりますのでご紹介していきたいと思いますのでプキプキハイサイ。私プキが今からメールを読み上げます。はい。大丈夫ですか。聞こえてます。聞こえてますか。はい。聞こえてま一緒でいす。ごめんなさい。あのでしょね。私最近ですね。読めや。読めや。あれが悪かったわ。はいじゃあ行きます。はい。ミさん。 こち,んだちんだのお二人さんこんにちちんだおしゃれぶりの遅れてやってきた文録です今週は驚きのニュースがありましたね日大アメフト部前監督コーチの記者会見米朝首脳会議の中止、うん、鈴川サーキットサーキーの結婚3人はどのニュースに驚きましたか 私は火曜オレジアワーでトーマ翔子さんが言っていたミーズーさんと一緒に愛席居酒屋に行ったというニュースに一番驚きました行ました行ました、はい、<laughs> びっくり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 まじまですなんかそれかっこ宮,宮古島出張中 <laughs> どういうこと 確かチケットを売るためとは言っていましたがエモリーダーと同じ理由っていうのも驚きですミーズさんの本当の目的は何だったんでしょうか教えてくださいではまたありがとうございますありがとうございます。久しぶりですねブンロクさんアドラストーマーショウちゃんがミーズさんと一緒に愛席居酒屋に行ったとこれ確かにこのニュース一番気になるかもな気になるなととえあと前白のミとミカさんミカさん行かなさそうだけどな愛席居酒屋 でチケットを売るという理由でチケット売るまあまあ宣伝を兼ねて行ってくる飲み代とかもさ男性が持ってるじゃん愛席酒屋ってあの女性分のね高い金払っててチケットも売ろうってズーズしいと思わないいや始まったぞなんかいやいやもっとグッてこないとグッてこないといやでもそれはさ本当にごめんなさい思ってだからもうちょっと宣伝とはいえこういうことはしないでおこうと思った でも実際どうだったんですかチケット売ろうっていうのはすごいことじゃないですかちゃんとしてるというかそれで結果チケット何枚売れたんか。ああ証拠と自分が1枚ずつ売れたんだすごいすごいすごい行動力はすごいですねすごいおじゃ合コンとかでもできるんかなその際のまあんかんと言いますかチケット売るっていうのがメインですけどんかそれとねいい感じになって。 男性の方とそういうのが、うん、ちょめちょめとかあったんですかその連絡先交換したりとか、うん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 、連絡先交換はありましたよおーありましたいいじゃないですかそこからまたチケット売ったりとかしてでもその人が内地の方であ交換した方はね、うんんうんうん、内地の方ででも同い年だし普通になんか、えー、そう同い年だったんですよなので普通にまた沖縄来たら遊びに行こうよいいす、ね、みたいな合席居酒屋いいな いいね。うん、男側もうど,う<ー>どうだろうチケット折るときにね<え>、うん、まあ男はね、まあその。 女性の体目当てですから相関居酒屋行くやつすっげえ気持ち悪い行くやつは本当に絶対そうですからだからまあでも何もなくてよかったです無事でよかった相関は一緒に飲もうっていう仲良くするためやですからねそうかななんだこいつまったして根底にはあると思うけどないやらしい気持ちは今度行く時はねもうそういうのもなしで純粋に楽しめたらいいなと思いますねどっちの意味やええチケットチケットダケットとかねメールもう一通。つありがとうございますショークにプーキーちゃん水さんこんにちは お笑いカレー大好きわらばですありがとうございます今日は FM 那覇さんに遊びに来ましたありがとうございますテーマ文房具わらばはメモ帳は最後まで使ってボールペンインクが切れるまで使っていますあすげえすごいではし翔くんにプーキーちゃんミズさん最後まで放送頑張ってくださいとありがとうございますあ最後まで使い切るああ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 あそうなんだ こういういのはう使い切った時のもう達成感半端ないよ。あでもなくさないですか、みーずさんとかは。たまになくしたりするけどでも、なくさないものもやっぱ多いから長持ちの上手な人だものもある、うんうん、だからボロボロになったりもするけどね。ありがとうございます。えー、さあ、ここでみーずさんから告知があるということで。 えーとですね、明日からあります、えー、君のそばにラジオというねあのー、B スタジオさんとパフォブさんの、うんあのー、コラボ公演がありまして、うん、こちら、ですね、あのー、土曜日、えー、1時と5時と日曜日の1時公演、すべ、はい、て満席になりました、ありがとうございますありがとうございます、す本当に。 はい、えっ、ー、と、ちょっと以降はですね、あのキャンセル待ちのご案内になるんですけれども、はい、あのー。ぜひぜひね、なんかあのいらっしゃる方、はぜひぜひ楽しんで、お帰りいただけたらと思って、うん、こちらも頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。はい、いいね、皆さんよろしくお願いします。はい、<ー>はい、期待、期待持てるね、こんな売れたら。そうですね、うん、本当にありがたい。ね、よかったですね。そして、明日、え、はい、お笑いライブ起床、前日の方も、ございますので。はい はい、えー、こちらもですね、えー、南国際通り天仏館の方でやっておりますのでぜひね皆さんお時間あれば遊びに来てくださいぜひブーキーのチケットからお願いします、はい、よろしくお願いしますそして来週のメールテーマの方はまた随時すみませんが SNS 等で告知させ決まってる俺が,俺が決まってるあなんすかじゃあモまねネモノマでモノマネモノマネはいはい OK、うん、ですじゃあ来週のメールテーマ、はい、モノマネでお待ちしておりますのでよろしくお願いします本日のお相手はすっとことっこいそばショットすっとこいふうきでしたありがとうございましたあ,あれ切れてない切れてない